アペラッチャコパラダイス。こんばんは、サスケです。はい、こんばんは、ロケットマキノです。こんばんは、ヒコです。山田弁でございます。先週に引き続き、4人でね、はい、先週は4人でずっと音楽は生演奏でやったんですけどもね、今週もねその感じで生演奏でいきたいと思いますけど、生で、はい、公開リハーサルということでですね、お見苦しい点もあれかと先週のでね、なんか聞き取られる方からね、行き過ぎ取られるね、もしないお話もあったのでね、今回は今日はちょっとひどいものを何も最初から言っとくわけ、さらけ出しつつの、こうやって曲は作られていくんだ。そうですね、まあ、そういう感じで今日はお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も4人でお送りしておりますね。ベンも2週目で、はい、誕生日のことだって。誕生日、なんか誕生日やっていう話、2日前に41に、なり、あら、役年に、はい、突入。41歳ってのは翻訳なわけらしいですよ。41歳が翻訳なのか、ね、満41が翻訳なのか。とことん皆さんのお役に立っていこうとそういう1年に、そういうことをこの3年間。そうやで、秀治さんに誘われてみそぎというのに、39の時に行っとかね、それで40の時は行けんかったんや、うん、レコーディングしとって行けんかったんだけど、そうそうそう、なんでもその39のみそぎはヒットも死ぬかもだけど。みそぎっていうのは海に入るの、うん、1月の終わりに氷見の海に入るんですよ、佐野さんの、神道の方、神道の方だと、はいはい、あれはね、1月に氷見、どこ、氷見海岸の浜で、だから去年になるの、一昨年になるの、一昨年、ね、一緒にできたのは、海に入ることがうんぬんよりも、海に、そんな話を今誰だらしょ、いや、大丈夫ですか、大丈夫よ。じゃあね、するとね集まるでしょ、で、ふんどし1枚ふんどしは買うんだよ、買うの、まあ、買うわ、ふんどしと鉢巻きを買うの、真っ白の、はい、もうそれが清掃なんですけどね、はい、それを巻き締め、で、あれ夕方だね、夕方だったね、4時頃やったと思う、4時か5時か、あ、4時ぐらいだ、夕方よ、うん、でみんなが、ね、ほぼ裸で外に出て、うん、国道をちょっと渡り、うん、で砂浜に雪が積もっています。おいおい、積もっているところにみんなで、うん、声だ、掛け声かけんとね、あれ行って、で、はい、そこで、ま、ワーナンがね、ワーニナンが掘って、そこで、30分ぐらいだよね、30分15分あれ、あ、15分長く感じる、15分ぐらいの外で裸でいろんなことをするわけ、その儀式、えいさ、儀式の、なんじゃらのー、どうじゃらみたいなことを延々やるわけよ、はいはいはい、それがね、裸足なのだから、
スタートは裸足なの、はい、冷たいよね。下が雪の上にみんなが踏みしめた。何人ぐらいで、あの時15人ぐらいだった。20人もいなかった気がするよね。で真ん中にその青年団の団長さんというか、まあ、うん、そこ仕切る取り仕切る方がね、はいはい、比叡神社の富士山、うん、なんとかうわ、いやでも本当ね、本当に気合い入れて小枝さんと気が遠くなる、うん、そんなすごいやだよ。足の裏がね最初、うん、おすっごい冷てえぐらいなんだけど、うん、もうだから足踏みしたり、うん、なんやらえいさほいさ思いどらんなあかんで、まあ動く、うん、まあそのなんていうか準備運動の代わりにもなっているという話だったけれども、はいはい、うん、もう氷になっていくんだよね。足の雪具の下がさ、はいはい、踏んでんじゃんね、うん、でもう冷たいやら痛いやら、うん、もう大変さで、なんか体全身がね、うん、寒いとかじゃなくなる、痛いとかでもなく、なんかね皮膚と筋肉の間にの油が固まってく感じが、うん、でその一個一個の動きがこうその間の肉が固まって、うん、うまく動けなくなるような皮膚の感覚と、はいはい、でそのなんかおこどうなってくんだみたいな感じで、まあ、で海にうわー言って入るのですが、うん、まあそれは海も冷たいんだけれども、うん、海の冷たさはねほぼまだ良かったよね。まだ慣れるのよ。まだあったかいの、下の雪の冷たさよりはもうマシ、マシなの。そのおいさおいさの時の方が大変なん、辛いの。そうなんそれ、ね、で海に入ってはい、はい、で10もうあれも15分あれも15分ぐらいらしいわ、ね、それ、ね、15分使ってんの。使ってるのよ。でそれをもうこうやってそれもまだノリと唱えるの、うん、でね肩まで入んないじゃん。あら肩までどっぷり入ると、うん、浮くじゃない人、はいはい、ね、はい、だその波の、ね、うん、に揉まれ飲まれないように踏ん張ったりバランス取ったりしながら、うん、プカ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 言いながら、うん、こう何を考えとればいいがやろういうぐらいの、うん、他の人たちはノリと知っとられるから、うん、多分なん言うとられたわ、ノリと分かってる方がまだ気が紛れる、うん、だから皆さんはその、うん、気が散るじゃないけど、うん、自分のあり場所をキープすることが大変だと思いますよっていうのは、うん、いや本当そうだった、うん、一緒にやってきたのひごさんと。ひごさん歌っとったもん、うん、途中でノリと分からんし違う歌違う歌から神を冒涜したんだよ。なんか言うとらんに俺がもういや歌っとるわみたいな、だからなんかノリトに乗せてやっぱり唱えとかんと、はい、ほんと私もなんか分からんけど、うん、もうありがとうございますありがとうございますありがとうございますみたいな感じでずっと、うん、もう唱えとる感じ、あの時波あったよね。波あったからバーシャッターンでまだ前に行くからまだ後ろにドド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 ドいやあれほんとだから後ろの人、うん、連れてかれても分からんよね。分からんよね。助ける余裕なんてないもん誰もそんな危険だよね。いやあそうほんとで、ね、でだよ、うん、ちょっと海の温かさというか水の温度に慣れるわけ、うん、しばらくすると、はい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 、で慣れた頃に、うん、あなんだかしのげた、うん、いう頃にまたうわー言うて上がってって終わったと思ったさ、うん、終わった、うん、これでやっと宿に帰れると思ったら、うん、また輪になったが、うん、いやーと思ってまあそうやね最後締めんなあかんわね、うんうんうん、思ってご苦労様でしたみたいな、なんたらかんあここでなんか締めのパンパンみたいなので終わるのかと思ったら、うんうん、たらだよ、うん、最初にやったことと同じことが始まったの。えいっマジかよと思って、あそう、うん、あれはびっくりした。また始まっちゃったの。始まったで始まった、かつだよ来た時と違うのは、うん、体が濡れている。はいはい、濡れとん風に掘って雪降っとんまた、うん、そんとっちゃ、うん、雪吹きすさぶ中、うん、でさっきと違うのはもう一個輪になったところはすでに凍っている
すでに凍っているところに濡れた体で輪になってまただから一回経験したことをもう一回やるね、うん、やるんだ。だからちょっと気の遠くなり方が半端じゃない感じだったよ、ね、それまた15分そう45分、40分ぐらい外におんの肌がね、おってまあまあおって終わったを、まあ、ほんと大変だったけど終わってじゃあ帰ろう言って、はい、その砂浜からまた宿のね集まったところに結構離れてるんですよ。あれちょっと離れとったんや、うん、遠いがまた、うん、遠いがいつもともうちょっと近いんや。あの時だけあんな遠かったんやどんだけ遠いがやもってサンダル履くがだけど、うん、足でんがやで、うん、一歩一歩が、はいはい、なんかもう必死に歩いてでほって国道渡ってやっと宿着いたらさ最後の方でサンダル1個なくした言ってなんかこん人が思ったその人マットランナーがねだっか なしたんかなしたんって思ったがだけども誰も何も言わったまーって、うんうん、なんかなんか話もあってねずっとそうやって待っとって、うんその後温泉、まあ、続いとっていいわけどうぞ、うん、温泉に今度入んがだけどさはい、はい、あの体冷え切っとんがね入れんやろ入れんとかの次元じゃないが入れんやろなっては思っとったがねまあね、うん、冷たい体でおじさんだったら痛いねんから、うん、あ痛いやろ痛いって、とか思っとったけど、はい、次元を超えとったもう、うん、あの指とか熱いやろなと思ってピュッてやった時の激痛たるやん、うん、なうわーみたいな叩かれたもんみたいななんか指をだどうされたいうかねピンチでキューだって入れんがよ、うん、でも指先とかからお湯につけるともう耐えられん感じ、うん、だから、うん、肘のさ、うんあここのほら痛くないとこ痛くないとこね噛まれても痛くないとこ、うんうん、噛まれても痛くないとこを、うん、お湯につけても痛い感じカ、うん、ーみたいな、うん、でここからだんだんこう、うん、こうちょっとずつこう、うん、少しずつ入っていくわよ、うん、ここが痛いわだこの肘のここ、うん、分かるラジオの人分からんかもしれない、うん、肘のあの痛めても痛くないとこ詰めても痛くないとこやそこからじゃないと耐えれん感じで体冷え切った人たちが何人か揃うとお湯に入んねんから、うん、あっという間にぬるくなるであったまりたいがだけど、うん、もうあったまなお湯に慣れて、はいはい、お湯に入りたいな思った頃にはもうぬるいがあでちょっとおばちゃんお湯ぬるい言ってでおばちゃんの言うことじゃあんたそんなもんあったら体引きたものみんなで入ってやつ温まるわけ何かにあったお湯の中氷入れてるのもんなそんなもんすぐ温まるわけ何かにあった温まるわけ何かにあった叱られってそりゃそうや思っていやいい経験やよ本当にほってね私寒がりなんだけど、うん、そのあと数日は真冬の中、はい、T シャツ平気やったもん、やっぱそういうもうその T シャツじゃなんちゅうあったかいもんないあそうなんだほんとやあれはなんかねもうその、うん、極限状態を ありがたくなるねすべてのことが日常の幸せがいやほんとみそぎ茶だから、うん、その日常の幸せを見直すというかね病気になった時に健康のありがたみを知るような、うんねねうん、あのみそぎから得たこの感性でも3日経ったらまた戻るはい本当あなんでもいくまた来年ぜひぜひまた日にち会えばあの会えばねあのレコーディングとかだけ最終日曜日やからマゾナ2人がいいことはねこれ毎年これで3回目考えとんなんかね何気にね誘われたらいかんなかぜ今誘ってみようかいやほら去年サンノさんで演奏した時に、うん、あれ誘われんだあなたたちも一緒にどうって言われたからね、うん、あの平尾さんにね、うん、あれ行かんかったんだ行ってません
あ、なんか私なんか、あ、いかん、誘われたらいかんなん、ご縁なんかなと思ってはい言って言ってしまう、はい言うたらいかんなんか、ね、でも一回経験したらいいのかもしれないね。あのね、滝とかよりしんどいわ、うん、長いもんね。滝はどうなの。滝はね、だからなんていうか、自分一人だから、こうでもやって、あ、もうしんどいなもたらもうやめれる。ああ、でもあれはね、みんなだからやめれる、ね、俺やめたっていうか、できんがや、あれやめれん辛さっちゃ、ほんとで、だからこ、だから自分、この人大丈夫な本当にとか、私だから秀次さんを見て勇気をもらった。みんな何、慣れた人はもう平気な顔してるな。あ、なん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 な、平気じゃない、あのね、平気じゃない。だ毎年やっとる、その取り、うん、仕切っとる方がだよ、うんうん、最後にその、ね、サンダル見つからん言って困っとる人の、うん、あ、やっぱああいう方もおられますよね、うん、言うとって、そうなんですよ、でも僕も本当は行かなくちゃいけないんですけど、行く元気はないんです無理ですだからやっぱりそうなんですね。あれだから海の中で流れてても難しいと思う、ね、どっかで、あのね、海よりも川の方がしんどいのやって、流れがあるから。富山は海なんだけど、うん、伊勢かお伊勢の方は池か川かなんかなんだって、うん、だから水がもっと冷たい、うん、からそうなん、そうなんだって。で多分海の方がみんなが海じゃないんだって、その土地土地のあれで違うらしくて、海の方がまだ高いんや、川はずっとほら、うん、一番マックスに冷たい水が流れとくからでやっぱ救急車で運ばれたり、その海の中、水の中にこうやってやっとる時にプク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 ってなってったいう、もう低体温があるらしいよ。危険なことしとられるね本当になんか気合い気持ちのありかちゃ大事やね、気持ちをどう持つかみたいな。マギドなら来年は1月日が合えば日が合えばっていう単語があったんだ、うん、私また来年も入って言ってしまう。じゃあきついな、うん、演奏行きますか、行く、はい、じゃあ真夜中のドライブ、真夜中のドライブ、じゃ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 やつけ、後半、え、後半、あ、うん、はいはい、という、まあ、公開リハですね、公開ね、そうなんね、だから、ね、うん、ギター一人になったからメロディーをね、うん、まあ、どういう分担でいこうかっていうね、はい、まあ、いろいろあるんですけども、じゃあやっていきましょうか、はい、thank you.
公開リハということでね、はい、まあ、演奏してますけども、ひいこさんは、うん、こうこのみそぎ何回も、まあ、みそぎの話ですね。みそぎは俺は3年やってますね、うん、やっぱり最初は弁と同じようにきつかったですね、1回目は、うん、あの後にね、飲むビールがまたうまいやんちゃね、やっぱね。いや昔はあれらしいよ、その夕方やるじゃないね、うん、でお酒飲んでみんなで泊まって、うん、早朝までやっとったんだって。何しと次の日、次の日の朝に朝またやる、まだやん。それがなんか危険だろうってことになって、その朝の分は、うん、そのなくなったらしいけど、出せたらしいですよ、なんかやっとったらそう言ってね、うんうん、でも3回やるってもうだいぶなんか楽しさも、あ、もちろん楽しみにしとるよ。楽しみに。それなって受け入れれる人なんやね、この人ね。どういう意味なの、どういう意味。そういう厳しいのはこうなんか避けるような。私も割と大丈夫だ、好きやつ。ちょっと広島の火渡りもしてきたわけです。あ、そう、何、炭火の上ある。あるか。そう、どう、熱いの。なあ、あれはね、なあ、まあまあ終電気合い入れれば、なあ、あえて言わんけど、なだって何百人言うて、全国から来るのさ、まあね、はい、だ最初の修験者さんたちは本当に、うん、本当にやっとるわ、はいはい、あんなら後の人は本当にやらんが、やっとんがだけど、もうあんま熱くない、あのね、上手に、うん、なんていうの、熱ないとこを渡る、温かい感じに仕上げてくれとるというか、あ、だって炭やったら初めはこうね赤くなっとったら熱いけど、うんうん、あのだん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 渡ってったら、その、はいはいはい、そう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 、熱いからなくなって、なんか前塩で清めつつで表面をこう竹の棒でなんかその儀式として叩きつつでこう鳴らしてくれるんだけど、その仏様の口の中に入る、食べられるっていう意味がね、そこを渡ることで自分が仏様の口の中に入って一体となるっていう、その儀式というか考え方らしく、なんかみんながこう順番にね入った分はだけど、だ そんなに恐ろしくやけどするいうものではない、うんうん、裸足では綿まです。水の方がよっぽど、もうあの比べ物には、氷見のあれは、いや、あれはね、俺まあ毎回思うんだけど、やっぱこう、うん、海から渡ってきた人たちはやっぱああいうあの辛い思いしてきたんだろうなと思う。船、うん、その当時昔、大昔ね、うん、こうやって「へい!さあ」ってみんなでこう船を漕いで、はい、大陸から来た人たちをね、渡ってきたんだろうなと。ほんであれはその、たまな、その自然の神に感謝しとる乗り物なんで、ね、ね、この、はいはいはい、今この日本というこの土地に俺たち住ましてもらって、初めて来た時の祈りらしいがね、でそこ、まあ、この神のにこう、あの受け入れてもらって、僕たちはこの土地にここで暮らすことを許されたみたいな、はいはいはい、それに感謝するっていう、あ、だそういうのは何かこう感じるか、何かこうやっぱ自然にこう寒くてもやっぱこう今ここにこうやって暮らして
暮らせることに感謝するってみたいなのが、まあ、1年に1回でもいいから、まあ、本当にこう痛感できるなと。その人間のちっぽけさというか、うん、無力さというか、うん、本当になんかね、うん、まあ、ありがたいじゃないけど、うん、こう自分が今こうしてなんか胸張って生きとるとか偉そうになんか生きとる感じが、うん、なんか本当生かされとるっていう。そうそうなる、本当に身をもってずしんとくるね。なるほどね。自分のちっぽけ感が、うん、どうしようもないわだもん寒くて冷たい感じと大日登った時みたいなね。大日。ああ、山登るとかもそういう喜びとかね、感性は。もう途中でやめて帰るわけにいかんからさ。そう登るし。やめれんの？だって途中までみんなで行ってる。もう。ああ、はいはいはい。うん、だその一昨年。あ、そう山登り行ったの。みんなで行く山登りの感じにはどうかかもしれませんね。うん、修験道みたいな感じ。やっぱ苦しいことせんにゃかなやっぱちょっと辛い思いをやっぱこうちょっと、ね、極限までこう追い詰めていやするなら言い方だよね。なんか何かこうまあね磨くというかね、うん、まあ、自分の意識の持ち方なんでしょうけどね。そういう気はする、うん、でも日常で中でさそういうそんなことないねかも、ま、ないからね、うん、ないからやっぱ、うん、たまに1年に1回ぐらいそういう、うん、あさすがいい子じゃちょっと考えさせていただきますわいやいいよ本当に、うんうんうん、いいがだろうけどね、うん、私が最近でひどい目にあったっていうのひどい目3月ぐらいに友達の近所の家で麻雀したんですよ、うん、で朝方帰ってきたら鍵忘れたことに気づいて納屋で寝たんですよ、うん、それがとっても辛かったですよ。納屋でそれは事故やねあでも今思ったけど、うん、こう日常的なほらアクシデントみたいなことで苦しかったりほら怪我したりさ、うん、あれもみそぎなんかもしれんな。あ、そうね、まあ長い目で見ていい方向であるね。いい必要なことなんだと思うよ。すべての必要で起こっとるっていうことなんかもしれない、ね、いいことも良いか悪いかじゃあ自分の判断ですからね、うんうん、そういうことでじゃあ、まあ、来年はみんなこの4人の顔が見れるかもしれない一回やったら面白いかもしれませんね癖になったりしてあのね行っちゃ始めた時ねあその場所って違う場所やったんでほったら俺たちやったら見とる人もおられてほったら見とる人も一緒になってこうやってあっちでこうやって服着たままやったもちろんもちろんな柴さんも一緒見とる人じゃあ演奏いきますかね。はい。じゃあちょっとね、やっとね。ね。じゃあ何しましょうかね。私知らん曲じゃ結構当たんないのかね。ベンダー知らん曲？サラスとか聞いたことない。僕も知りませんよ。どこなんかサラス？サラスってある。これだね。知らんな。ルナもわからんな、うん。何しましょうか。黒い川やってみる？黒い川やりますか。これがどうだい。これがとりあえずこれはちょっと右手で今右手でやってください。失敗を恐れずにリハーサルなんだから。うん、これもみそぎということで。最初あギターもギターありのギターあるだよね。の、うん、あそっか左手入らんからか。Thank you.
79.3 メガヘルツ。はい、はいはい、まだちょっとグダグダですけどもね、私に問題がありますけど。まあそれはね練習でなっていくから、でもその構成をね、まあ今ベンもちょっと今コマーシャルの間に撮ったんだけど、やっぱそのギターソロのところをもうちょっとこうそれが生きるような構成に、うん、だからアコーディオンもなんかせっかくアコーディオンだからね、もっとたっぷりとしたなんか豊かな感じできたらいいなとも思うし、でバッキングのほらギターが抜けてソロやるから、うん、その、うん、音薄くなってフレーズ乗っかるからね、多分ね、その薄くなることを恐れてしまうよ、ね、そうそうそう、だからもう薄くさせちゃって、うん、そう、そう、いつもねそれあるんですよ、広げちゃった方があのちょっと受けは見やすい、ね、その薄いところに飛び込んでった方がいいんだよね、うん、わかります、わかります、うん、で徐々に入ってった方が、あのソロの後じゃない、長けテーマに戻るわけ、タララ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 ね、タララララかぐらいから入る感じする、まあ徐々に入っていく感じ、あ、じゃあインテンポでやってってことだ、うん、ちょっとさすがすごいちょっとやってみてよ、ギターのもしソロになったら どんな感じで、多分皮がね、うん、僕らなんよね、うん、もうそのコードチェンジなしなし、あんな感じだ、感じだ、ああ、あんなのも面白い、これはどこ、ソロになる、そうそう、ソロの頭、マギドの後、そこはああ、フリーな感じだ、うん、そうそうそう、ヒデジワールドここヒデジワールドになるあ、そうなんでもいいっちゃうね、うん、ギター残ってベースなるがじゃない、これ多分このサウンドだと思う、ちょっとやってみたら、うん、どうやって変えてくるの、なんか弾いとらしたの、これはオンビートなのね、まあね、だんだんリズムが入っていく感じでいいんじゃない、うん、だその、うん、最初のじゃーん今のさコードみたいなとこでちょっとひいこさん遊ぶ感じで、だんだんリズムこれだけになってもいいっちゃう、うん、それでギターだけになった、ギターだけ一回なり、うんうんうん、素敵やね、うん、うんちょっとなんかふわーっと入ってきたら、入ってきてももうちょっとピロピロ、なんかそう、ティンとヒャラのヒラタオン、タオンみたいな、そう、タオン、そう、そう、thank you.
たら誰かがってちょっとリズムベースから出したいんかね、蛍。ドドだんだん入っていく感じで。ヒコさんから入るがにしたらずっと入ってこんかもしれない、うん、私がパチパチやりだせばいいのか、うん、だんだんリズムに戻っていく感じで、そう、そのがそうだ、そうだ、ニョニョニョってなっとってで、タレレラーンっていかけキューやねタラララの前じゃなんかわかんないな、いがやね、あ、ないがだ、ないが、その流れでタラララなんだから、うん、なんか その前になんか、なんか、なんか、あ、わかった、じゃあタラララなしでこれに入ればいいか、あ、それに入ってきないか、うん、ああ、なんとなく自然に、うん、一回やってよ、うん、あ、そう、あ、そうや、ソロの後ぐらいからやってみる、あとは一緒やろ、うん、だからマギットソロ、マギットソロ、ワン、ツー、スリー、はい、なる感じだったね、今ね、あのままで終われんなって感じだから、そうだね、というふうにこうリハをやっておりますけども、じゃあ一旦コマーシャル行きましょうかね、はい、うん、ではコマーシャル、 FM いみずは 79.3 メガヘルツ、はい、あのギターソロのとこが聞かせるところで、はい、ほら、うん、今は最近フラメンコとかやってたりしとって、うんうんうん、あのこうその感じのこうなんか熱い感じをあそこでこう聞かせてほしいなと、ね、サスケさんもフラメンコ、うん、あ、ど最近フラメンコどうなの最近え最近あんまりやってないあの壁はでかいじゃん、ね、うん、あの踊りの伴奏はやっぱ大変、うん、まあでも そのああいう空間でこうなんか出ればいいじゃんね、うん、ここでリズム鳴るふわーんとした感じで、ふわんふわんとというかもうバシッと、バックがふわん、オラちゃんはもう本当にもう聞いとって入れそうなったらだん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 入っていくみたいな感じでやればこう聞かせどころない、うんうん、多分あそこであのたっぷりこうあのテンポを外れたというかその空間的なフレーズがあると、その後多分私のソロとかもテンポ外しても、うん、なんか違う、そうやっても広がり、うんうん、そのままテンポ追ったらやっぱそれキープせんなんちゅうなになってしまうもんだから、あそこはちょっとこうテンポなくす感じ、なくした感じでこう、うん、行くと多分秀治さんも多分
おーい。だから帰ってこようなんがね、モノさん。で長い曲にするって。もういいがんないかな、うん。まあちょっとこの辺もうちょっとね。まあこんな風によくリハでは曲のね、こうアレンジを練るときにこういう風に、うん。こういうことができる曲があるといいよね。うん、ブラック&イエローとかもできるの？あ、これが分厚すぎるのか。ブラック&エローはできるやろね。できる、ね。まあこういう感じの曲ですからね、うん、この、うん。まああとはあマギドのね、フォンクフォンクとかマキスカもあるよね。あ、グルービーナイト。ね、うん、この辺でも割と。インテンポで、そうですね、割とやりたい感じなんじゃないの、うんうん、なんか秀治さんの曲とかもやっぱりゆったりしたもんね。そうでもね、俺の結構ゆったりしたもんやね、うん、のほほんと。アキローとかもやりようによったら逆にリズムガンって途中入れてみたりしても、うん、そんな曲じゃなかったっけ、ダラディタン、うんね、アキロやってみますか、アキロね、やってみますか、アキロ、うん、違う、ダラタタ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 、あ、入れてみて、それで、うん、じゃあちょっとリズムのある感じで行ってみますか。かっこいいかもしれんね、うん、今風かもしれん。
ソロの後にテーマに戻った時にバーンってリズムアウトして、なんかジャラリニャーに行ったらいいかなと思ってたね。で、で、顔で見取ってせーので、いいとこで。テーマやらん、ダーララララララ。もう一回テーマやってみる。なんかちょっとそ、ソロから。うん。ならマギのソロから。ワン、ツー、ブン。丸丸行くわけね。はいはい。いいね。曲も終わったところで。あ、ちょうど。ちょうど。はい、ちょうど時間となりました。ちょうど時間ですか。お時間となりましたので。じゃこんな感じで秋葉いいですね。うん、あいいわ。リズム入って、うん、あいい感じいい感じ。はいはい。まあ今日はね。明るい秋葉。こう。多分あのグニャっとなったところ生きるんじゃないかな。なるほどね。うん。公開リハ面白かったですね。良かったですね、うん、はい、また今後もね何回かこの場を借りて毎回公開リハ、まあこんな風に曲を作ってますよっていう感じですけどもね。はい、はい、じゃあもう時間となりましたので、はい、ね、また来週終わりです、ね、また、はい、はい、じゃあまた来週お会いしましょう。はい、はい、じゃあさようなら。